ちょっとゆうくんの美女がえぐいね、これ。プレデビューでね。PV の素顔がかっこよすぎて、マジでちょっと、結構おしゃべりがしっかりとできるのは、富安ゆうくんかな。春智也に関しては、もう別次元でしたって言われてたんですけど、12歳ぐらいで、ほぼ12歳ぐらいで韓国に渡ってて一人で。で、はるくん、はい、前髪を切りました。ありがとうございます。この長さがめっちゃ似合う。みんな身長がいい感じで揃ってるのがさ、すごい統一感も出るなって、愛情を入れるのが、ポイントだそうで、もうダブルリーダーみたいな、智也はるがいて、もうすごいいい感じのシナジーで、納得の7人かなと思ってますね。1月の12日からフールで独占スタート。Hi guys, welcome back to my channel, コニーです。隣でビデオイターモーションデザイナーしてるクリエイターコニーです。今日ネクスジの会をやっていきたいと思うんですけども、先週の土曜日ですね、デビューメンバー決まって今週月曜日に生中継で韓国ソウルの JYP ビルディングからお届けということで、ニュージプロ2ネクシー生出演をいたしましたということで、デビュー決まってから、メンバー決まってから初めてのテレビ出演だったんですけども、改めてちょっと見ていきたいかなと思いますね。一人一人の紹介の部分とかもあって、ワンセンテンスでね、一文でね、これは誰々、なんとかなんとかの友也とか出てたんで、そこら辺も、まあずっと追ってきた身として考察を入れて振り返っていきたいかなと思います。で、皆さん見てください、こちら。なんかいい感じでまとまってて、身長揃ってねとか思って、で、一番驚いたのが、ソケンの美女編と、あとセイタくんも結構美女編をしてて、あんまり変わってないなと思ったのは、トムヤくん、ユウヒくんとかは全然変わってなくて、なんならユウキくんめっちゃ背伸びて、周りのお兄さんとあんま身長変わんなくなってて、で可愛さが増してる。で、富安ユウもプレデビューの MV で、あの PV の解説動画も上げるんですが、あとライブ配信もしてるんですけど、ぜひ見ていただきたいんだけど、ちょっとユウくんの美女がえぐいね、これ。プレデビューでね、いやいやいや、もうこの子センターにとりあえずしとけば売れるでしょっていうぐらいめっちゃいい美女をしている。で、ソケンのね、ちょっとね、目がね、超ね、良くなった。うん。メイクとかもあると思うし、いろいろあると思うんですけども、めっちゃいい。メイク、で、髪色ちょっとブラウン目にしたのかな。で、カットしてって感じなんですけど、お顔はね、もうめちゃくちゃかっこよくなっておりました。で、リーダーはやっぱりともやくんで、プレデビューいたしました。で、今回山ちゃんが出てきて、結構面白い感じで、生放送終わりましたけれども、で、改めて7人メンバー、リーダーともやくんという形で、見た目の揃い方と統一感、もうシナジーを感じるんじゃないでしょうかということで、で、一人一人紹介があって、まあ、マンダラインが実は結構いるんですけど、最年長がユウくんですね。2005年生まれだったかな。で、ユウキユウヒ、そして、ユウキユウヒが、まあ、マンネラインなんだよね。で、残念ながら脱落してしまったんですけど、他にマンネがいたんだよね。エイジ君、ミラク君もマンネラインで、このグループのマンネはユウキユウヒかなっていう感じでございます。3年長ユウ君で、プロフィール、ウェブサイトの方もできているんですけど、まあ、年齢順で載っておりますので、一番上にユウ君が載ってましたということで、アーシャっていうやつですね。それも見てください。ぜひ、かっこいいので。で、ユウキ君、こちらです。じゃじゃん。あー、なんかね、パーマを、韓国合宿ら辺からかけてるんだけど、めっちゃ似合ってるなーとか思って、で、今回、ゆうきくん PV でも結構、大事な役割を担っておりました。こう、ふーとかやったりとか、このキューブに持ってる最後の手の寄りのショートとか、ゆうきくんがやってたりとかして、やってますけれども、マンネラインめちゃくちゃ可愛いよねってところで。で、まあ、すごい緊張してる感はあったんですけども、まあ、おなじみの JYP のスタジオでね、赤の背景というか壁とね。はい、で、ボーイズグループ、ネクスジ、首筋、ネクスジ、テレビ初、生出演ということで、まあ、ずっと5ヶ月間密着はしてたんだよね、デイデイで。なんならデイデイで追ってる人も多くてっていう感じで、ボーイズグループの名前はネクスジですということで。まあ、決まって、一人一人この紹介があったんですけど、ダンスボーカル、総合力、ナンバーワン、ともや、はい、間違いない。この子と、はるくんがですね、まあ、いわゆる引っ張ってくれたと、もう二人のツートップがこう番組というかオーディションをずっと引っ張ってくれて、それにまあ、実況で言ってたんですけど、ソケンと富安優がついていって、で、そこにさらにまあ、ダークホースでユウキくんがいてみたいな部分で、どんどん進んでいって、そこにプラスアルファでね、まあ、ユウヒくんと、セイタくんが、まあ、そこにプラス2名という形で、グループをしっかりと後押し、まとめてくれる、それでまとまるだろうという感じで7人になったっていう、まあ、きっかけというか、理由付けがあったんですけど、改めてリーダー、ダンスもボーカルもナンバーワンで圧倒的パフォーマンス。表現力もえぐい、ともやくんですね。ゆうくんも納得ですね。歌ダンスが進化。切実な努力家。マジで努力家で。このソロでパフォーマンスした時のアクロバットめっちゃ印象的だったと思うんですけれども。めっちゃ伸びてたらしいね。やっぱりソケンとユウに関しては。ハルとトモヤにガッてこう食いついていって。何かとユウは、ハルとソケンとずっと同じチームだったんだよね。そういう意味で、ハルくんお兄さん、ハルくんお兄さんじゃないんだけど、ずっと練習生してた。もう、ツートップの
ハルくんと一緒のチームだったってことで、ユウくんとソケンがめっちゃ伸びたのかなと思っておりますけれども、改めてハルくんにも感謝かなと思います。で、ここもかっこよかったね。もう本当に韓国合宿から、地域予選からビジュアルかったんだけど、PV を見て、うわーとか、素材が良すぎるから、どう調理しても失敗しない、もうビジュナンバーワン、顔面国宝って練習生の周りから言われてるんですけど、本当にそんな感じ。で、トップクラスの実力はユウヒくん。本当にトップクラスで、笑顔が超魅力の最年少組ということで、ユウキユウヒ最年少組、見事に。ちょっと名前が似てる子が3人いて、ユウ、ユウキユウヒ、ユウがトリプルユウがいるんですけれども、海外でどんな感じで覚えられるのかなと思って気になっておりますけれども、ちょっと名前ね、海外の人からすると思いづらいかな、覚えづらいかなとは思うんですけれども、笑顔がもう特徴ですよね。マジでトップクラスで安定感とか言われてたね、スキズのお三方からね。で、デビューした後の、メンバーみたいな感じで余裕感だったり、プロみたいな感じがするよねって言われて、本当にそれぐらいリラックスしていたんですけれども。で、次、ゆうきくんですね。キュートな見た目と美しい高音ボイス。そう。で、ダークホースが実はゆうきくんで、最後めっちゃ伸びたらしいんだよね。なんか、こういくってよりか、最後ギリギリでボーンって伸びた感じの、メンバーだったんですけど、ゆうきくん。見事に3位で、かなり高順位でデビューをして、キュートな見た目と美しい高音ボイス。いわゆるメインボーカルの一人になっているんですね。で、ラップも結構良くて、PV の方では地味にゆうひくん、せいたくんがラップラインやってるんですけど、なのでゆうきくんはもう完全にメインボーカルとしてっていう感じでラインを振られておりました。で、声がね、すごくね、魅力的だよね。美しい高音ボイス。綺麗な高音が出るんです。というところで。で、改めて、ハルくん。圧倒的カリスマ性。ちょっとハルくんとトモヤくんに関しては、パークさん言ってたけど、別次元だったね。終わり、終盤に差し掛かって、この二人に関しては、ハル、トモヤに関しては、もう別次元でしたって言われてたんですけど、まあ、あの時点でほんとデビューしても全然問題ないぐらいのレベル感に行ってたし、感情表現とかダンスもそうだし、本当にすごいなと思った。ハルくんに関しては、最後の方も余裕すら感じたぐらいなので、圧倒的カリスマ性。で、リーダーはトモヤで、サブリーダー的な形でハルくんがいるので、チームのシナジーとか、チームワークとか、柱が2本いるような感じなので、もう何があっても崩れない感じかなと思ってます。7人なんだけど、2人リーダーいる感じなので強いなと思っております。それが今回日ムの2の強みかなと思う。二重、まあ、もちろんマコちゃんがリーダーなんで。こっちに関しては7人なんだけど、すごい子が2人いる。パフォーマンス力、カリスマ性を誇るお二人、神みたいな2人が2人いるっていう感じですごいよね。で、改めて虹の奇跡、主人公ってまた実況でまた言われてたんですけど、ソケンくん、主人公ですねということで、ちょっとPV 見ると美女がめっちゃ変わってるので、ぜひ見ていただきたいんですけど、超かっこよくなってた。で、メイクのせいもあると思うし、まあいろいろね、事務所のあれとかもあって、顔がすごく変わっておりました。驚きました。かっこよかったです。ちょっとソケンペンになりそうな感じがしているんですけども、いやー、韓国スタイリング入るとすごい顔変わるよねってところ で、ダンスのキレもキレッキレでした。 PV 見てさすがだなとか思って、ミラクル、ぜひソケンくんにも注目です。寄った時のソケンくんの顔面が違いすぎて、一瞬これ誰ってなるんだけど、めっちゃ好きな顔でしたこれは。ということで、地域予選保留から虹の奇跡ということで、マジでこういう子がいて番組盛り上がるよねっていうところで、マジで主人公かなと思いました。作れた感情表現力セータということで、地域予選の時感情すごい褒められてたんだよね。で、一回ちょっとスランプというか、ランキングあまり目立たない感じはしてて、なので最後に一番伸びたっていう意味では、一番ではないんだよ。ゆうきくんが一番伸びたんだけど、ぐいぐい、ぐん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 っていうよりかは、まあ、徐々にランキング上げてきたのがせいたくんだったんだよね。なので、9位、6位、4位とかだったと思うんですけど、そういう意味でダークホースかなと思ったら違くて、ゆうきくんで、なので感情表現がやっぱ昔から良くて、で、ダンスのフィーリングっていう部分でフィードバック一回受けたんだけど、それも直して、最後のミラクルの披露で、グリーンチームの方でね、ともやくんチームの方で、で、デビューをつかみ取ったんですけど、まあ、人柄とかも良くて、まあ、他の5人はほぼ確定で、それにプラスで2名を補強する形っていうような感じだったのが、このセイタ君と、ユウヒ君なんですよね。で、2人とも安定感すごいし、セイタ君に関しては、緊張、余裕が生まれるとめちゃくちゃいいパフォーマンスをするってパークさん言ってて、そう、でもプレデビューした今、緊張する必要もないし、多分セイタがもう爆発してくるんじゃないかなと思って。いわゆるラップラインですけども、セイタ君、声質すごいいいので、これからね、スキズお兄さんと一緒に、こう、多分第一支部なので、スキズと同じ、二重と同じ第一なので、いろいろコラボとかはまだないと思うんだけど、何か教えていただく機会とか、スタジオが被ったりとか、事務所で、
JYP の事務所で会ったりとかもすると思うし、ちょっとラップをね、チャンビンとハンに教え込んでいただきたいなと思っております。セイタくんです。で、これ一人一人自己紹介やって、まだなんか、チームのなんとかリーダー、ともやですとかそういうのはないんですけど、ともやくん、すごい笑顔全開で可愛かったです。で、髪色もちょっとブラウン目にしたのかな、色入ってて、今すごく爽やかで明るい印象になりましたね。黒髪よりブラウン目の方がすごい個人的に似合うなと思いますけど、で、唇がすごくセクシーなので、なんかそういう自己紹介文で、セクシーなリップが特徴のともやですとか言ってくるのかなと思ったら、まだそういうの決まってないみたいで、ファンダムネームもまだ未定らしいですね。で、ファンクラブは今できておりますという感じで、圧倒的美女センター富安優なんだけど、そこら辺もまだ決まってないので言ってなかったんですけど、もう美女センターって自分で言ってもいいと思います、これぐらいの美女ならということで。顔がめっちゃちっちゃくて、首が細長くて、みんな身長がいい感じで揃ってるのがさ、すごい統一感も出るなと思って、ダンスした時もさ、体格差があまりないので揃って見えるって、余計揃って見えるよねっていう部分で、ゆうきくんも身長がめきめき伸びております。一番多分ゆうきくんがでかいんだと思うんだけど、なんなら抜かしそうな勢いで高度経済成長身長めっちゃぐんぐん伸びております、ゆうきくん。ワンネライン、いや高音ボイスのメインボーカルいてよかった、ゆうきくんがね、ということで。ただみんな春もともやもメインボーカルできるぐらい上手いんで、そこら辺がすごいなと思ってるこのグループは。で、このグループの一番の魅力はなんか情熱みたいな感じで言ってましたけど、ほんと努力家で情熱的な子が多いので、そう、パークさんのなんだろう、この7人にした理由ってのが改めて実況で納得ですっていうところなんだけど、で、ゆうきくんもマンネラインなんだけど、そうそうそう、見えないよね、この2人マンネラインに見えないぐらいしっかりしてて、ゆうきくんは可愛らしいマンネライン、愛縁っぽい感じなんだけど、ゆうきくんに関しては安定感やばくて、ほんとオールラウンダーで、まさかラップラインやらせられると思わなくて、ミラクルの最後の後半の披露でラップをやってたんだけど、ほんとプレデビュー曲でラップ任せられるっていうのは思わなくて意外でしたけれども、結構声質個人的には好き、低すぎず高すぎず中ぐらいって感じなのかなと思って、多分編成期完全に終わってない子もいるのかなと思うんですけど、抜けたらもうちょっと低音出るのかなと思います。もちろんスキズのフィリックスとピリちゃんぐらいの低音はいないんですけども、ラップも良かったですということ で、もう一人のラッパーがセイタくんなんだよね。なんか目がすごい綺麗になって、なんか仕上がってる感じがしましたけれども、なんかおとなしかったね、今回のインタビューでね、なんか可愛らしい感じで、なんとかセイタでーす、セイタでーすみたいな感じで爽やかに自己紹介を終えてくれたんですけれども、ビジュアルはやっぱ富安優いいんだけど、モデルさんなのでセイタくん、なんかそのオーラも感じるし、余裕もあるし、なんか貫禄を感じないってところで、自分なんか磨き上げられたこのビジュアルって感じをしておりますけども、まあ、カリスマ的って言ったらハルくんなんだけどねっていうことで、影のカリスマビジュアルセイタくんですっていう感じになってくるんじゃないでしょうか。で、ラップもすごい伸びそうだね。パークさん言ってたようにデビューして、まあいろいろしがらみというか緊張感も解けてリラックスできるようになった今の環境で、まあもう競い合う必要もないしね、多分すごいね、いろいろ考えちゃってしまってたんだと思うよ、セイタくん。そうそうそう、オーディション期間中は考えしいな子だと思うし、いろいろ考えちゃう子で、それがちょっとパフォーマンスの顔に現れちゃったりする子だと思うんですけど、パークさん言ってたように余裕が出た瞬間爆発する才能を持ってるって、素質を持ってるって言ってたので、今後に期待ですね。デビューしてからめっちゃ伸びるリクちゃんとかそこら辺のタイプなのかなとか思っております。で、ハルくん、はい、前髪を切りました、ありがとうございます。この長さがめっちゃ似合うね。このタイプの美女ってあんまりなかなか第4世代で見たことなくて、ナムジャレで一重の感じが超いいなと思って、ヒョンジンくんって奥舞台なんですけど、厳密に言うと、まあ、そんな感じでスキズさんそこら辺の美女ラインを連想させるような、一重でかっこいい、これだけかっこいい子なかなか美女で探してもいないぞっていうところで良かったね。で、元ポッピンのダンスをやってた子なんですけど、癖とかも直して、で、練習生地味に2ヶ月ぐらいしかやってないんですけど、ゆうひくんとかの方がなんなら練習生期間長くて、そうなんで、これで今回あっ圧倒的ナンバーワン、ナンバーツーをキープして、ともやくんと共に。で、はるくんとともやくんに関しては、このオーディションをすごい高いクオリティに持ってってくれた逸材だと思ってるので、もしともやくんが何かリーダーとして抱えていることとかあったら、はるくんがこうバックアップする感じもなるし、ダンスの振り入れとか新曲準備するときにともやくんとはるくんが二人でこう引っ張ってくれて、すごいディテールまで目が行く子がはるくん、ともやくん二人がいるから、ダンスのクオリティも今後めっちゃ上がってくるだろうし、すごい厳しい、あんま言いたくない指摘とか注意がともやくんができて、で、全体のこうなんだろう、まあディレクションじゃないけど、俯瞰して冷静な感じで見れるのははるくんなのかなと個人的には思っていて、
まあ、2人ほぼリーダー格がいるのマジで強いなとか思って、ちょっと JYP ストレイキッズさんと比べてもまた全然違う新しいチームワーク、チーム構成のあのバックグラウンドを持つ子たちが集まっていて、本当に情熱的で努力家が集まっている印象ですね。もう本当に富安優もそうだし、ソケン君とかも食らいついていくこのアグレッシブさ、いい意味で、そこら辺がすごくこのチームのクオリティにつながっていると思います。でソケン君、まあもちろんあんまり変わってないっちゃ変わってないんで、髪色とかが変わってメイクとかの雰囲気とか、もちろん目のちょっとね感じとか変わったんですけど、個人的にビジュが一番変わったのはソケンかなと思っていて、 PV のソケンがかっこよすぎてマジでちょっと大優勝していたソケン君だけど、髪色とか眉のカラーとかもしたからその影響もあると思うんだけど、変わってないっちゃ変わってないんだけど、よく見るとメイクしっかり入れるとちょっとあのすっぴんの時とメイク入れた時のバンちゃんぐらいのあのギャップを感じますということで、みんな背が同じくらいなのがすごいよね、揃ってるよね。でデビューメンバーに選ばれて今の気持ちはということで、結構おしゃべりがしっかりとできるのは富安優くんかなと思ってて、すごいしっかり者でお料理とかも得意で、リーダーではないんだけどリーダーぐらい結構ずっしりした大黒柱的な安心感、信頼感のある富安優でございます。多分海外人気一番出るのこの子かなと思っております。でソケンくん、やっぱちょっとね顔が全然かっこよくなった。デビューメンバーに選ばれて今の気持ちはということで、すごい多分ね、あの実感も湧いてるとは思うんだけど、まさか地域予選であんな下手くそって言われてた子かって思って、本当にパークさんに、あの、一番最初に下手くそって言われてちょっと辛い思いをしたっていう感じのあの下りがあったんですけど、それでもへこたらずにあの春チームに込まれて食らいついていったソケンくんのこの忍耐力素晴らしいなと思ったし、で、春くんが改めてありがとうだね。本当にこの子が、JYP のオーディション受けてくれてありがとうって感じだった。それぐらいの逸材だと思うんですけど、別次元と言われていたハルくん、おめでとう、改めて。ゆうひくんね。で、なんか練習生が結構時代長かったっていうくだりで、確か話してたんですけど、まあ親御さんとかも嬉しいだろうし、いい報告ができてよかったですっていう感じで、結構2、3年だったっけな、ハルくんとかと比べても長いんですよ。12歳ぐらいで、ほぼ12歳ぐらいで韓国に渡ってて一人で、そこら辺の親御さんの判断も素晴らしいし、そこで一人でやっててデビューを勝ち取ったゆうひくん、地味にあの俯瞰してみると一番背が高いんだよね、ゆうひくん。マンネラインなんだけど、そこら辺もすごいなと思って。でせいたくんですね、なんかちょっとすごい痩せてた時期もあったんですけど、韓国合宿で今多分 JYP のオーガニック食堂があるんですね、そこで結構美味しいチキンとか食べて程よい感じの顔つきになっていって安心しました。これから美女ももっと磨きがかかって元モデルの美女爆発なんじゃないでしょうかということで、で愛犬飼ってて愛犬にもデビューの報告をしたらワンと吠えてくれましたって言ってたんだけど、そこら辺も可愛いね。性格がすごい穏やかで気遣いができて可愛らしい子なんだなとか思って、でも美女はちょっとさ、富安優と並ぶくらいすごく映える美女をしてらっしゃるよね。で智也くん、なんか和むリーダー、お笑い担当でもあり、あの頼れるリーダーでもあり、困った時に助けてくれるし、ソケンに俺の目10秒見てとか、あのちょっとメンタルでもやられてる時に智也くんがこうそっといけるような感じのメンタル的リーダーもできちゃうわけで、マジでオールラウンダーで、パフォーマンスをしてる時はやっぱりすごいパフォーマーとしてしっかり見せてくれるっていうことで、パフォーマンスしてもよし、チームリーダーしてもよし、なんかお笑いをやらせてもよしってところもパーフェクトだなとか思って、本当にまこちゃんといろんな重なる部分はあるんだけど、それとはまた違うあの魅力とか素質もあって素晴らしいリーダー出てきちゃったねっていうことで、ちょっとバンちゃんとともやくんいろいろね性格の部分とかでも重なる部分はあるのかなと思ってるんだけど、またすごいリーダー出てきて倒れるということで、もう押して押しがいがあるリーダーだなと思っております。であの富安優の料理がうますぎる事件について山ちゃんが深掘ってたんだけど、チャーハンが得意らしくて俺も食べたいって感じなんだけど、ゆうひくんがやっぱゆうが作るチャーハンがめっちゃ好きで、チャーハンが本当得意らしいですね。はい、富安優で愛情を入れるのが、特別なスパイスだそうですね。あの隠し調味料とかはなくて、隠し味とかはなくて愛情を入れるのが、ポイントだそうです。皆さんも愛情を入れてチャーハン作ってみてください。で最後ともやくんがやっぱお笑いネタ担当なんだよね。リーダーネタ枠ってのがめっちゃ面白いなと思って、和やかな雰囲気で練習できるし、困ったら助けてくれるし、メンタルやられてたら寄り添ってくれるし、なんかすごい長く続けられそうな7人になったのは、これは理由があるのかなって。で、影のちょっとあの支えになってる夕日セーターだよね。最後のプラス2って感じで言ってたのは実況で。ここら辺も安定感あるし、チームを支えてくれるサイドから、まさに立ち位置のそうだけど、そんな感じがしてる。で、もう食らいついていく圧倒的ポテンシャルのソケンと富安優がいて、
で、ダークホースゆうきくん。で、もうダブルリーダーみたいな、ともやはるがいて、もう、いい感じのシナジーで、納得の7人かなと思ってます。で、声真似、デイデイの声真似してくれて、山ちゃんが、これにしましょうって最後言ってたんですけど、はい。で、改めて、冠番組が決まりましたと、ミラクル GZ っていうのが決まりまして、1月の12日からHuluで独占スタートということで、多分Hulu解約した人が増えたんで、このオーディションあって、それを食いつなげるみたいな感じもしてしまったんですけど、楽しみですね。どんな感じのことやるのかということで、なんか情報によると、Hulu のこのニジプロ2をメンバーが振り返るみたいな部分で、配信がをやっていくみたいですね。で、おそらくなんかパフォーマンスとかもやるんじゃないですかね、この Hulu の配信の中で。ということで、そこら辺も楽しみかなと思っております。で、1月14日、日テレプラスで3時間特番放送決定らしいです。ということで、改めて実況ニジプロ見ていきました。すごかったね。あ、実況ニジプロじゃない、デイデイ見ていきました。実況ニジプロの方も見て上でちょっと今回コメントしたんですけど、納得の7人かなと思って、もちろんロスしてる、エイジミラクが落ちてロスしてる方もいると思うんですけど、2人のこともそうだし、今後のこの7人の活動を、まあ、追っていきたいし、応援していくのが、ベストなのかなと思っております。PV の解説動画も上げますので、ぜひそちらもご覧くださいということで、改めて。なんか成功しそうじゃん、曲も良くて。韓国版、コリアンバージョンもすぐ出してたしということで、勢い凄まじいんですけれども、紅白は間に合わなかったけど、来年の紅白はちょっと出てほしいね。デビュー曲がめっちゃ売れる感じだったらあり得るんじゃないかなと思ってます。シーズン1よりもちょっと知名度的には低くなってはいるんだけど、なんかポテンシャルとか、チームの感じとか見たら売れる気しかしないので、JYP のプロモーション次第かなと思っておりますので、皆さんと一緒に我々の第一初期ファン、我々初期ファンでみんなで応援していければなと思いますので、ぜひいいねボタンとチャンネル登録して今後も追っていきましょうということで、Thank you guys for watching. Stay safe and healthy. See you guys in the next video. 次回の動画でお会いしましょう。Goodbye!